ザンビーニブラザーズリストランテっていう、ほう、イタリア料理なんですけど、うん、まあ、さっき言ったように席数が多くて混雑もしにくいっていうのと、うん、1個僕がめちゃくちゃおすすめする理由が、うん、これあの1階と2階あって2階にテラス席あるんですよ、うん、そこから夜海の上でギャルショーを見ながらご飯が食べれるっていう、うん、テラス席を生かしたその雰囲気も込みで味わえる。なるほどね、はい、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいんですここが。それが C ね。それが C です。へえ、じゃあそれパレードとかはもちろん見放題、はい、もちろん見放題です。はい、でそんな混んでないんでしょ。そんな混んでないです。へえ、絶対いいじゃんそれ。これめちゃくちゃいいです。ショーじゃなくて花火も上がってるじゃないですか、うんうん、ある花火、花火の絶好スポットみたいなのがあるんですけど、うんうん、ちょうどそこの絶好スポットのところにテラス席と反対側の方に外のオープンテラス席みたいなのを作ってるんですよ、うん、でそこがもう本当にあの一っ子一人いないんです。席は出してる、本当に一っ子一人いない。それ入っちゃダメなとこなんじゃないの。そうです、本当に席はあるんですけど、なんでないじゃん。本当に一っ子一人いない。なんで一っ子一人いない。なんでだよ。いや僕も分かんないですけど一っ子一人いないんですよ。え、フェイフェイはそこに案内されたの、見つけて。僕は見つけたんです。だからあのここあたり穴場スポットなんだよなと思って周りフラフラしてたら、うん、あ、こんなところにも席出してるんだってなって、うん、まあ、じゃあ本当にその、はい、フェイフェイがもう年間パスポート持って毎日売ってる人じゃないと分からないところなんだ、はい、これ C の秘密というか仕組みでもあるんですけど、うん、ランドはファミリー向け、 C は大人向けでもあるじゃないですか、うんうん、で C の方は実はランドに比べて、うん、キャストさんの目の届かないところが多いんですよ、うん、であのランドとかだったら迷子のお子さんとかがいた時とかに、うんうん、すぐに見つけられるようにっていうのは本当に資格がないです。どこもかしこもちゃんとキャストさんの目が届く、うんうん、C はそういうところがなくて、うん、裏通りとかそういうのがあるんですよ、うん、そっちの通り行っただけで人がもう本当全然いなくなるみたいな通りがあるんですけど、一般のお客さんも入れる全然普通に通れるルートってことだよね。ルートなんですけど行っていいとこだもんな、はい、でそこの通り沿いにテラス席があって、そこが絶好スポットなんですけど、そこから見れるっていうのもあるんですよ。自分でも探してこれさ、ね、絵はダメなの、自分のその絵。あ、行きます、行きます。こういう感じのここですっていう。あ、地図でいいですか、うん、ちなみに花火は何時から上がるの。花火は今だったら20時30分です。20時30分。あ、でも夜か、確か20時30分ですね。ザックバランでいいよ。はい、まあなんとなく全体に地図だってここに。ザックバランすぎるわ。ザックバランでいいって言ったじゃないですか。なんだこれ。ドラクエのさ、お前街じゃねえかよこれ。お前ドラクエのマリアだろ。ドラクエの街だろお前これ。海があって火山があってですよ。いやいや、これもう、あ、でいいよ。で、まあまあまあここあたりに地球儀があって、うん、ここあたりにね、こうレストランがバーって並んでるんですよ。はい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 。で、まあこっちにも並んでるんですよ。はいはいはい。で、ここちょっと間空いて、ここにさっき言ったザンビーニブラザーレストランはいはいはい、でこっち側がテラス席です、はい、ここのところにテラス席があって、はい、ここでショーがやるんで、はい、めちゃくちゃ見える、はい、でもって花火が上がるのがここなんですよね。はいはいはい、はい、この辺り、この辺りを見たら最高じゃないですか、うん、なるほどね。ちょうどここに裏通りがあるんですよ、うん、ここの裏通りが全然人になくて、ここにテラス席があるんですよ、うん、でここなんもないんですよ、うん、もうバチコン見えるんです。なるほどね。でここの裏通りのショーはそれ何時なの。最終はショーの最終が今は今がね19時50分だったはずです。確か19時50分から確かですけど、はい、何分間ショーってショーが、それが、25分間。あ、じゃあショーを見たらすぐこっちに移動して話すぐらいに行けるんだ。へぇ、まあ、時間によって変わったりするんでアプリとかで時間チェックしながら行けば、ね、それがザンビーニブラザーズリストランテか。はい、ザンビーニブラザーズリストランテ。これは素晴らしい、はい。